ちらはいつも静止画で定点観測してる、自宅近所の宮川沿いの桜並木です。ここら辺はなんだっけ、彼岸桜なのでもうすでに満開で若干散り始めた感じです。あ、この先のソメイヨシノも開花してますね。いつもはこちらの奥の方まであまり来ないので気づいてませんでした。あー、いい感じに咲いてますね。ありがとうございます。2013昨年登録の車だな。ここもあれですね、数年前くらいからこの桜の手入れというか始めて消毒したり剪定したりしてるので、だいぶ樹形がいい感じになってます。枯れた枝も撤去して切断して見当たらないですね。ああ、いい感じですね。